パワプロ10のペナントをしてみたら、やきつくみたいだったよ。実況、パワフルプロ野球。前回も触れましたが、ペナントはこの繰り返しで、特に楽しい部分は、ドラフト補強、外国人ガチャ、育成してパラメータなどが上がるところ、そんな選手が高打率、ホームラン30本くらい量産した瞬間などでしょうか。育成シミュレーションゲームを野球つく以上にペースが速く遊べるので、これはこれで楽しく、何度も同じ遊び方でプレイした記憶があります。ペナントは最長で遊べる期間が10年。全体的な流れなどは前回までにまとめたので、一気に最後までまとめてみようと思います。ここまで3年プレイしたかな？結果は正直おまけなので、選手を育てていったところをまとめられるように頑張ります。2年目から優勝をしている我が球団、この年もしっかり優勝しております。補強は特になく、外国人ガチャは外れ。しかし今いる戦力で優勝です。外国人2人が相変わらずの好成績で、谷、松井も3割超え、松井はホームラン、打点も素晴らしい成績を残しています。チームは打撃で勝っているチーム、長打はないですが、アベレージヒッターが多く、盗塁が活発というのが特徴です。投手は、勇気が21勝を挙げ、気づいたらエースとなっていました。しかし飛び抜けた選手はあまりおらず、課題は投手陣の底上げとなっていました。5年目も新たな外国人は見つからなかったので、打つ能力が一級品のメイラにパワーヒッターを身につけさせました。成績の方は、メイラが首位打者を獲得。さらには大型一塁手の小高が台頭、高打率をマークします。その小高、ホームラン25本、107打点とチーム2冠、松井和夫と並ぶ打力で一気に花開きます。走塁が最高レベルの秋山コーチのおかげか、変わらず盗塁は活発です。投手陣は、防御率がリーグトップとなったこのシーズン、やや改善された選手が多いなというイメージで、相変わらず勇気がエース級の活躍でした。抑えは山口、中継ぎに加瀬がしっかりと確立されており、安定感は抜群でした。6年目は、自己最多の96勝をマーク。防御率が大きく改善しましたが、その理由は、外国人の抑え2人が大当たりでした。この影響もあったからなのか、他の選手も良くなり、防御率 1.25 も改善しております。打撃の方はやや下がり気味、多分リーグが投高打低になっていった時期だったのも大きいかも。ドラフトの方は、高校生の今川が大会で優勝し、大幅にパラメータがアップしましたが、巨人に取られます。個人成績は、俊足の住友が高打率をマーク。キャッチャーの白縫いが低打率ながらも主力になります。しかしホームラン、打点は低空飛行、かなり打たなくなってきていました。盗塁は松井が盗塁王になるなど活発ながらも、リーグトップではなかったチームの盗塁数。投手の方は、勇気が投手の個人タイトルをかなり独占。投手陣全体もほぼ良く、さらにモーリスが無双しておりましたが、守護神を指名していなかったので、セーブポイントはばらけました。7年目、さらにワンランク上の打てる選手を探しますが、外国人ガチャはやや外れ。日本人の若手にパワーヒッターをつけさせ、
打撃力を改善させようとしましたが、相変わらず投高打低のまま。他のチームも長打はそんなに良くないんですけどね、プレイしていくたびに長打が打てなくなっていく傾向があるのかな。個人成績の方は、7人が規定打席以上で、序盤にハイアベレージだったローベルトが調子を落とし始めています。若手の起用も増えていますが、打率は低め。ホームラン、打点はさらに低くなっていました。盗塁だけは安定して多めでした。コーチの影響かな、成長度合いが違いますからね。投手は外国人が来てから本当に安定感がすごくなっています。抑えをモーリスに据え、48セーブポイントを記録、他の選手もみんな安定していました。あとはもう、ずっと同じ展開が続いたので、成績の一覧を出します。100勝に届きそうなシーズンをキープしたまま、投高打低で進み、最後は防御率 2.30 とさらに良くなって終わっていきました。一方打撃はリーグワーストのものが増えていったという傾向です。結構うまくいったパターンでした。次はやっぱり育成を楽しみたいということで、目星選手のパラメータの状況を、まとめてみようと思います。柱だった松井和夫は、ずっとこんなパラメータをキープしていました。やや下がるなどの現象はもちろんありました。2003年シーズンから、2009年シーズンまでプレイした松井和夫。実績を重ね、パラメータもキープしている頃にコーチになったら、いい指導力になった覚えがあったので、2009年限りで引退させました。翌シーズン、チェックしてみると、指導力が欲しいつつ、最高のスラッガータイプのコーチとなり、チームの長打力育成に依存でおりました。序盤で獲得できる沖、入団当初は全てパラメータが低いですが、ミート、パワーがいい選手に、弾道を上げるコーチを雇っていないので、2のままですが、パワーヒッターはつけました。序盤に主軸の谷は、打率と盗塁が期待できる選手ですが、5、6年経つと、盗塁が4から2に減少していました。エースとして活躍した結城は、徐々にコントロールが改善し、安定した力を残していました。当時のメジャーからの逆輸入、マック・スズキは、特に伸びず、ですが弱点もあまりないので、極端に悪いという選手ではありませんでした。意外と中継ぎで活躍した加瀬、能力は良くないんですが、弱点はないので、抑えてくれていました。あとは、当時の現役投手は弱点が多かったりするので、結構打たれたりしていることもあったと思いますが、初年度の能力とさほど変わらないので、序盤のパラメータだけでさらっと流すだけにしておきます。衰えていく流れの選手が多かったですしね。では、主力で活躍した、ドラフト指名選手をパパッと流していきます。
そして最後は、大物一塁手の小高。パワーだけの選手でしたが、入団即走塁練習で C に上がり、入団3年目にパワーヒッターを取得、その後はじわじわと全体的に上がっていきます。ミートは D から C、パワーと走力が A、肩と守りが D のあたりで推移していきました。特殊能力もいいので、序盤に取れる期待の大物としてその通りの活躍をしていました。今回はここで終了します。他球団でも遊ぶのか、それとも短編ものなので、違うゲームで遊ぶか、まだ未定です。ご視聴ありがとうございました。